はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。プルート向井です。さて今回はですね、サイレント第7話テントウムシについてのお話をさせていただければなと思っております。今回の内容ですね、こういったお品書きでいきたいと思います。まずですね、幸せは誰のもとへ、そして2つ目はですね、テントウムシはメタファー、そして3つ目が本作のテーマを考えると不幸の示唆なんじゃないかというですね、お話をさせていただければと思います。はい、3番目ですね、本作のテーマとなっておりますけども、はい、こちら間違いでございます。ではですね、まず最初こちらのお話をする前になんですけども、今回のテントウムシの伏線って一体何なのかというところからお話ししていきましょう。伏線は第3話まで遡ります。3話でですね、ミナト君がテントウムシの写真を撮るシーンでございます。このですね、写真を撮った後テントウムシが飛んでいくっていうシーンになっているんですけども、そして今回の第7話ですね、今回の第7話では男の子の手に取る、昆虫図鑑にテントウムシの姿がありましたよというですね、伏線になっているわけなんですね。で、このテントウムシっていうのは一体何なのかということですね。まあこちらテントウムシは花言葉ではないんですけども、そういった意味が込められております。その意味というのが幸運幸せという意味が込められております。そういったところではですね、今まで辛いことばかりだったソウ君にですね、ミナト君から幸せのお裾分けの意味だったのかもしれないというのが今回のですね、伏線になっているということでございます。いやーね、サイレントはやはりこういった憎い演出があるわけでございますよね。非常にうまいなと思います。そしてですね、今回お裾分けという単語が出てきました。こちらのですね、お裾分けという意味なんですけども、はい、お裾分けはですね、ナナちゃんが発言していた言葉でございます。でですね、やはりですね、ここの図書館でのシーンですよね、非常本当に素晴らしかったなと思っております。何が素晴らしかったのかと言いますと、この時のですね、ナナちゃんの表情噛んじゃいますよね、表情でございますよね。二人の笑顔を垣間見て微笑んでいるナナちゃんの顔、ただその中にはですね、ちょっと違う感情も混じっているんですよね。その感情というのはですね、そんなあなたが好きなのよという切ない表情です。ここのね、バランスタリア、カホさんのですね、化け物みたいな演技が垣間見れたですね、シーンだったんじゃないかなと思っております。素晴らしいなと。個人的には非常に素晴らしいなと思っております。そしてですね、ソウ君が意思疎通できたという演出。ここのワンシーンでたくさんのメッセージを入れてくるなんてということでございますよ。本当に素敵な演出でございます。はい、この、ね、図書館のシーンでどれだけのメッセージが込められてるのと、僕が今発言していないところでもいろんなですね、演出表現メッセージみたいなのが多々ございました。まあ、ただ今回はですね、テントウムシにフォーカスを当てているお話なんで、今回割愛させていただきます。ここからですね、もっと掘り下げていきたいと思います。考察と妄想なのでお手柔らかにお願いいたします。はいね、まあ、この考察と妄想は楽しいですからね、皆様一緒にお付き合いください。ではですね、先ほどのお品書きもう一度お話ししていきます。まず一つ目、幸せは誰のもとへ、二つ目がテントウムシはメタファー、三つ目、本作のテーマを考えると不幸の示唆なんじゃないか、この三つでお話ししていきます。まず一つ目、幸せは誰のもとへということでございます。こちらの幸せは誰のもとへ、テントウムシというのは先ほど幸運というふうにお話しさせていただきました。そして今回お裾分けということでございまして、このテントウムシ、幸運というのはつながっていくものだと僕個人的には考えました。そういったふうにですね、今回見させていただくとですね、とある法則があると考えております。その法則が何なのかと言いますと、次の場面に登場する人が幸せになるっていう示唆があるんじゃないかなと思ってます。言ってしまうと、テントウムシが出てきた後の次に登場する人でございます。じゃあこれどういったとこなのかというとですね、3話から見ていきましょう。3話なんですけども、まずですね、ミナト君がテントウムシのお写真を撮ります。そして、2つ目ですね、飛んでいきます。で、その飛んでいった次のカットというのがですね、ソウ君が登場するシーンなわけでございます。そういったところではですね、ミナト君がソウ君に幸せのお裾分けをしましたということになっております。もうじゃんじゃん行きましょう。さらに続いて第7話でございます。第7話なんですけども、ソウ君が子供を抱きかかえると。そして続いてのシーンというのが、子供が走っていくわけなんですね。
そして走っていった後何があったのかというと、ナナちゃんが登場しているということなんです。これさっきの第3話のソウ君と同じなんですよ。先ほどは、テントウムシが飛んでいった次のカットでソウ君が登場するわけです。で、今回の第7話というのは子供が走っていった次のシーン、次のカットでナナちゃんが登場するということになっているんですね。そういったところで、ソウ君はナナちゃんに幸せをお裾分けするんじゃないかなと個人的に思ってます。はい。まあそんなですね、じゃあナナちゃんは誰にお裾分けするのさというお話になるんですけども、ハルオさんでございますかね。今回のラストですね、匂わせがありましたけど、ハルオさんなのか、それとも、つむぎちゃんなのか、どっちなのさというお話でございますよ。まあそんなですね、幸せは誰のもとへというふうに考えるとですね、このサイレントという作品は幸せな作品なのかもしれません。幸せはお裾分け、みんなが幸せになりますようにという意味が込められているんじゃないかなというのが、まず第一、幸せは誰のもとへというですね、考察でございました。そして続いて、テントウムシはメタファーというところのお話しさせていただきます。はい、じゃあ先ほどの復習ですね、テントウムシはメタファーというところで、テントウムシというのは幸せ、幸運という意味が込められています。この幸せ幸運という意味ですとちょっとですね抽象的なので具体的にしていきたいと思います。はい、でここからのお話は先ほどのナナちゃんのお話は一切忘れてください。ナナちゃんのお話一切なし、 OK でございます。はい、じゃあ行きましょう。今回ですね、フォーカスを当てるのは2人です。みなとくんとそうくんでございます。はい、この2人の共通している幸せっていうのは何なのかというところなんですよね。皆様どう思います？この2人に共通している幸せ、僕個人的にはですね、つむぎちゃんだと思ってます。なんでテントウムシなのさっていうお話なんですけども、テントウムシというのはですね、太陽の使いというふうに言われております。まあそういったところで、つむぎちゃんというキャラクターはですね、明るい性格というところで太陽という意味が込められている、キャラクター性としては非常にマッチしているんじゃないかなと思います。ここはですね、制作側の意図が感じられるんじゃないかなと個人的には思っているんですね。まあそういったところでですね、みなとくんとそうくんのテントウムシというのはつむぎちゃんのメタファーとして考えていいと思います。じゃあそういうふうに考えると、先ほどの第3話と第7話の演出ちょっと怖くねという風になるんですよ。え、どういうこと？どういうことよっていう方いらっしゃると思います。ちょっと見ていきましょう。先ほどの第3話のお話なんです。はい、みなとくんが写真を撮って飛んでいきました。はい、これ飛んでいくっていうのはどういった意味が込められているのさというと、この後みなとくんとつむぎちゃんは別れているわけなんですよね。はい、じゃあ皆様、第7話お察しがいいんじゃないでしょうか。はい、そうくんが子供を抱きかかえるわけでございます。そんな抱きかかえた子供が走っていくわけなんですよね。そうくんの元から離れていくわけです。これがつむぎちゃんのテントウムシのメタファーだというのであれば、つむぎちゃんとそうくんの別れを示唆しているのではないかと、こういうふうにですね、僕個人的には考えました。まあそういったところではですね、今回のサイレントっていう作品なんですけど、非常にそういった伏線みたいのがですね、うまい作品なんですよ。で、この別れてしまって、テントウムシが離れたから、ミナトくんが別れたっていうところをですね、そのまんまないがしろにテントウムシを示唆するっていうのは、ちょっとね、考えづらいかなというところがあるんですよね。もちろん先ほどの第1のですね、僕のお話の皆さんハッピーエンドがいいんですよ。はい、どちらかというとバッドエンドは見たくないわけでございます。まあそういったところでですね、どういうふうに転ぶのかという、この作品がどのように結末を迎えるのでしょうかというのはですね、楽しみにしていきたいなと思っております。じゃあもうちょっとね、バッドエンドの方に話進めていきましょうか。ごめんなさい。はい、皆さんバッドエンドが嫌いな人ごめんなさい。でこの後のお話は完全に僕の妄想です。ちょっとそこをお付き合いいただければと思います。では続いて、本作のテーマを考えると不幸の示唆なんじゃないかなというお話をしていきたいと思います。はい、今回のですね、僕サイレントという作品ですね、まあこの第7話まで見させていただいたんですけど、別れと出会いを繰り返すっていうのがテーマだと思っているんですね。でそれちょっと図にまとめてみたんですけども、こういった図になってます。つむぎちゃんとそうくんはですね、こう出会って別れて出会ってを繰り返しているわけなんですよね。そしてみなとくんとつむぎちゃんは出会って別れたっていうことですよね。
で、今回、まあ、ハテナマークなんですけども、ななちゃんと春尾さんです。ななちゃんと春尾さんはどうなのかっていうところは匂わせなところだと思うんですけども、じゃあ、この次の展開どうなるのさってことなんですよ。で、先ほどのテントウムシの話、二つ目のですね、テントウムシ。テントウムシは、つむぎちゃんのメタファーなんじゃないかなっていうお話。そして、僕が考える、今回の本作のテーマというのは出会いと別れを繰り返す、別れと出会いを繰り返すっていうところになってくると、そうくんが亡くなってみなとくんとつむぎちゃんが復縁するんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってきてるんですよ。これなんでかっていうところなんですけども、つむぎちゃんの前で声を出すタイミングが重要になったからなんですよ。で、この声を出すタイミングっていうのが今回まあですね、もう喋らなくていいよみたいな風に発言するんですけど、喋るタイミングとしてはこのタイミングを逃すと観客、視聴者はですね、この声を出すタイミングってどのタイミングなんだろうっていう風になると思うんですよ。僕なりました、これ見た時に。あ、ここで話さないって、声を出さないっていうことは、じゃあどういったところで声を出すのさっていうところなんですよ。で、声を出すタイミング、ここで逃してしまうと、じゃあここでどういう風になるのかというと、ドラマ的には、つむぎちゃんを助けるために声を出すのが演出的にはベタだと思うんですよね。これは多分今までのドラマいろいろあると思うんですよ。はい。今までのドラマあって、そういったところではまあ交通事故になりそうなつむぎちゃんをですね、みなとくんがつむぎって言いながら、ちょっと恥ずかしいな、言ってる自分が恥ずかしいんですけど、助ける。その時に声を出すみたいな。とにかく、そのつむぎちゃんがなんか SOS を出してる時にそうくんが声を出すっていうところ、ここがね、僕の中ではちょっと感じてきているところなんです。ただもうこれはね、あくまで僕の本当に完全に妄想、なんか伏線とかそういったところもないです。はい。ただ作品の流れ的には、先ほどのテントウムシの話と今回の声を出さないっていうところでは、ちょっとね、どうなんだろうっていうところがありますね。で、最後極めつけといたしましては、声が好きなんだもんねっていうメールを打とうと思ってやめたというシーンがありました。ここもね、ちょっと僕の中では感慨深い演出なんですよね。まあ、そういったところで僕個人的にはですね、ちょっとね、思ってる。二人は結局結ばれないんじゃないかなと。そこでまた、つむぎちゃんとみなとくんで戻っちゃうんじゃないかな、みたいな風に感じてるんですよね。ちょっと交通事故っていうところはあまりにもベタなのかもしれないですけど、何かしらのこの声を出すキー的なところはね、見どころなんじゃないかなというところの思っております。はい。まあ、そんな感じでですね、お話しさせていただきました。はい。次週はですね、サッカー中継でお休みでございます。ただですね、はい、こちら、次回第8話も楽しみにして待ちましょうということで、このですね、プルート向井のシネマトークショーというチャンネル、シネマとついているんですけども、ドラマ系のレビューもですね、考察、次のクールもなんか面白そうなのがあれば、レビュー上げていきたいと思いますので、チャンネル登録してお待ちいただければなと思っております。それでは皆様、また何かしらの動画でお会いしましょう。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあねー。